まあ、中盤とかであればね、うん、まだまだ全然いけるんですけど、ここは本当に裏をかく必要がないんですね、はい、もうだいぶインサイドも見せてますからね。あ、はい、これが4打席目。打球上がった、打球上がった、武田勝、あと1人から、まさに勝にとって悪夢の一発になりました。一方バレンティン、仙台に続いて札幌でもこの9回の逆転スリーラン。外国人はこれがあるんですね。そうなんですね、いやバレンティン、いや見てみましょう。投げたボールどうなりますか。チェンジアップですね、はい、まあ、でも一番甘いんですよね、やはり。そのボールをバレンティンがすくい上げました。第15号逆転スリーラン。いやー、武田勝、まあ、金村さんとこの6試合勝ちがついていない、まあ、その嫌な感じを打ち消すには一人で投げ切ることだというね、はい、話もしてきましたが、